それでは色を塗りたいと思います。今回は塗りつぶしですので、まずはツールバーの右から2番目のレイヤーをタップして、位置を7番目まで上げておきで、続いて次の6番目のレイヤー、新しいレイヤーをタップして閉じます。それでは引き続きツールの選択をします。ツールバー一番左のツール選択ボタンをタップして、塗りつぶしボタン、バケツをタップして閉じます。続いてブラシ選択ボタンをタップして、境界透明度、続いてスライダーは 70% 前後に設定しておいてください。参照レイヤーは指定レイヤーをタップして、続いてレイヤーボックスのボタンをタップして、6番目のレイヤーを選択します。続いてカラー選択ボタンはタップして黒を選択閉じます。それでは投げ縄の袋をした部分をタップして色を塗りつぶします。このように塗りつぶします。それではもう一つ文字を赤にします。